いろんな NPO さんの支援をするっていう活動をしていく中で、そのやっぱりこの NPO さんもっと知っていただきたいっていうのがすごくあったんですね。で、やっぱその知っていただくっていうことが各団体さんのこう基盤の強化につながる。で、それは知っていただくことで、こんな活動をしてるんだっていうことで支援も集まるかもしれないし、一緒にこういうことをやりたいっていう人たちも出てくるかもしれないと。ということで情報発信というのをすごくこう 強く打ち出してこれまでも活動してきたんですが、まあ、それをこうインターネット上で の情報発信だけではなくて、実際にこうして足を運んでいただいて市民の方に知っていただく機会を作りたいというのが一番最初のきっかけになります。いわきオーガニックコットンプロジェクトさん出展をいただいているんですけども、こちらはずっと震災前から古着のリサイクルの活動をしていたと。震災後はそのエネルギーの問題だったり、オーガニックコットンを作るという活動にシフトしてきた団体さんなんですね。で、それはやっぱり震災があって、いわきの団体さんなんですけども、いわきで農作物、口に入れるものを作るのはなかなか難しい状況が続いているという中で、であれば新しい農業の在り方としてオーガニックコットンを作って、でそこから新しい産業を生み出そうということで非常にチャレンジングな活動をしている方々です。最近 B1 グランプリで、ゴールドグランプリを受賞した、波江焼きそばをですね出してらっしゃる新町波江さんが出店をされています。焼きそばを売るということがその全町避難をされている波江町の一つのこう復興のシンボルになる、人々の心をつなぐ可能性のあるものだというところに着目をして、でそれで焼きそばというものを強く打ち出していらっしゃるんですね。でそういう姿というのもぜひ見ていただきたいですし、また焼きそばだけではなくて浪江町 の, そのコミュニティをこれからどういうふうに形成していくかということで、浪江宣言なんていうものを作られておりますので、そういうものもぜひ見ていただきたいなと思っています。で福島のいろんな団体さんをこう輝く形で発信をしていきたいという思いはずっと変わらないで、これまでもそしてこれからもあると思うんですね。実際にこうしてお店を出していただくことで、いろんな一般の方々にもその活動の様子を見ていただいて、そこからの支援の輪が広がっていくっていうようなことを目指していきたいと思いますので、ぜひですねこういう形で その実際に現場で足を運んで、いろんな活動をしていただくという機会はたくさん設けていきたいなというふうに思っています。